俺俺俺ほら小島中学の時の野球部の。あ、小島先輩。いや今今はい、じゃあ俺ん家来ない、俺らすぐ近くだ。え、お前なんだか。小島先輩は中学校の時学校じゃ結構目立っててかっこいいと思ってた。そんな先輩に声をかけられて僕は嬉しかった。おい、おい、あ、すいません。おお、あ、うん、あれ、お客さん。こいつ中学の時の後輩。うん、私、あや、よろしく。そうだです。あ、お、それそれ。さあ、じゃあ新人の蒼太君も入ったところで葉っぱやね。いいね、やろうやろう。うん、葉っぱってマリファナ。おお、もう最高な気分になれるじゃん。ほら、心配ないって。覚醒剤みたくやばいもんじゃないし、依存性もないんだよ。そうなんですか。